ゴルト・シュミットは、スイス生まれの鉱物学者であり、ウラジミール・ベルナドスキーと共に、地球科学、結晶科学の創始者の一人である。チューリッヒに生まれた。学者の家系で、1901年、父親のハインリッヒ・ゴルト・シュミットが、オスロ大学の科学の教授になると、ノルウェーに移った。1911年、23歳で、オスロ大学で変成岩の研究で学位を取得した。 1912年にはノルウェー科学アカデミーからフリチョフ南戦賞を受賞した。1914年オスロ大学の鉱物学の教授となった。1929年ゲッティンゲン大学の鉱物学の教授に迎えられた。ナチスの台頭によってユダヤ系のゴルトシュミットはドイツを去り、ノルウェー、イギリスに亡命した。戦後ノルウェーに帰国し59歳で没死した。 ゴルト・シュミットの業績には、地球の内部構造の不均一性を説明するために、ゴールド・スミッツとクラシフィケーションと呼ばれる、元素の科学的挙動の類似性に着目した元素の分類を行ったことや、隕石の分析と太陽スペクトルの結果から、元素の宇宙存在度の推定を行ったことなどがある。1903年、 エリオットクレッソンメダル、1944年オラストンメダルを受賞した。ありがとうございます。